佐賀が誇るブランド牛、佐賀牛の繁殖農家が減少する中、子牛の生産から技術支援までを手掛ける新たな生産拠点が唐津市に完成しました。唐津市に完成したいろはファームは、佐賀牛の新たな生産拠点にしようと JA 唐津が開設したものです。落成式には JA 唐津や県の職員などおよそ50人が出席しました。佐賀牛の安定生産に取り組み、世界に誇る佐賀牛ブレンドを守り育てる施設にしていきたいと存じております。繁殖農家の担い手不足が課題となる中で、いろはファームは子牛の生産拡大に取り組むほか、子供を産めない不妊牛の治療や受精卵の供給など農家への技術支援も行います。近年県内では繁殖農家が年間およそ15個ずつ減り続けていて、担い手確保に向け研修生も受け入れるということです。